キッチンカーを実際に利用している学生さんにお話聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、簡単に学部学科とお名前を教えてください。はい、理工学研究工学専攻の建築学の岩岡研究室の大場と申します。あ、そうなんですね。はい、今何年生ですか？修士2年生です。あ、そうなんですね。はい、キッチンカーはよく利用されるんですか？そうですね、比較的よく利用されます。あ、特に好きなメニューはありますか？そうですね、ちょっとこちらのお店ではないんですけどケバブをやってるところのケバブ丼だったりとかっていうところはよく利用します。あ、そうなんですね。はい、キッチンカーも日替わりでいろんなメニューがあるから毎日楽しいですよね。はい、今日はどんなメニューを注文したんですか？はい、今日はこちらにある油淋鶏を頼みました。あ、油淋鶏美味しそうですよね。はい、はい、じゃあこれで午後の研究も頑張れそうですね。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。野田キャン。では続いてキッチンカーの店主さんにお話聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介をお願いできますか？あ、よっちゃん食堂の飯塚です。よろしくお願いします。お願いします。よっちゃん食堂は唐揚げや油淋鶏が、そうですね、美味しいですよね。はいはい、特に一押しのメニューはありますか？一押しは、まあ、全部が一押しなんですけれども、私フランス料理やってましたので一品や二品こうフランス料理を入れてやってるんですよ。そうなんですか。はい、普段こうメニューを作る上で心がけていることはありますか？やっぱり学生さんに好まれる料理を作るというコンセプトでやっております。あ、はい、そうなんですね。はい、こう若い学生さんが好むような、はい、でたくさん食べられるように。あ、はい、そうなんですね。はい、ちなみによっちゃん食堂のよっちゃんというのは私の名前なんです。あ、そうなんですか。吉尾だから横文字より自分の名前付けた方がいいんじゃないのというと思ってやるんです。あ、はい、そうなんですね。はい、吉尾さんだからよっちゃん食堂なんですね。そうです。そうなんですか。はい。あ、お客さん来て。はい。じゃこれからも、はい、ぜひ美味しいお昼ご飯を提供してください。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。野田キャン。はい。では早速キッチンカーの目にいただきたいと思います。いただきます。おお。美味しそうな唐揚げ弁当です。では早速食べてみたいと思います。いただきます。おー、唐揚げの一つ一つが大きくて美味しそうですね。では早速食べてみたいと思います。うん、とってもジューシーで美味しいです。これご飯が進みますね。うん、2023年4月、東京理科大学理工学部理工学研究科は、総域理工学部総域理工学研究科に変わります。